ストライクショット、こんにちは、エクスラクの金人パネです。今日はですね、なんとここ作新学院に来ております。なんとですね、この作新学院さんなんですけども、今年の夏の甲子園でモンストのテーマ曲を演奏してくださって、さらに甲子園でですね、なんと優勝されたということで、今回はね、ちょっといろんな話を聞けたらなと思って取材にやってまいりました。それでは早速行ってみましょう。ということでですね、早速来てみたら吹奏楽部の方々が練習されているということで、ちょっといくつかインタビュー伺っていきたいと思います。まずは皆さん来てくださいました、吹奏楽部の皆さんです。いや、もう初々しすぎて、ちょっともう何十年前みたいな感じなんで、ちょっとよろしくお願いします。じゃあまず、あのモンストのテーマ曲を演奏してくださったと思うんですけど、それはどういった経緯で聞こうってなったんですかね。バンドジャーナルという音楽雑誌にそのモンスターストライクっていう曲が載ってて、顧問の三橋先生と相談して、と3年生と相談して、じゃあ他の学校もやっぱりやってないしやってみるかっていう話になってやりました。ありがとうございます。で、あれはどういったタイミングで流してたんですか。今回はその特に私たちは誰が打ってる時にどれを流すっていうのは決まっていないので、その時に応じて、じゃあそろそろモンスト行こうかみたいなのに、今年モンスターストライクをその作新学院だけがやってるっていう形で、結構他の学校とかやっぱりツイッターとかからでも結構好評で、すごい良かったので、来年も多分きっと後輩たちもやってくれると思います。ありがたいです。ありがとうございます。ということで、吹奏楽部の皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで続いてはですね、チアリーダーの方々に来ていただいております。どうぞこちらのお二人です。衣装がすごい可愛くて、野球応援用の衣装なんですね。へえ。モンストの振り付けはなんかどういった感じで決めていったとか教えてもらえたらなと。パンチアップっていうのがあって、そこで食ってやります。あの最初あたりかな。はい、バーンってやるんですよね。せーの。可愛すぎるだろ。可愛すぎるだろ。無理できない。はい、ということで最後にですね、応援団の方々にも来ていただいております。こちらです。ということでね、今回なんか女性の方が2人いらっしゃると思うんですけど、初めてです。作新学院の応援団史上初。はい、初です。50年ぶりぐらいです。おー、すごい。なんかお二人にどうして入ろうと思ったとかお伺いしてもいいですか。もともと野球が好きで、それで応援団が一番野球部を近くで応援できるなと思って入りました。お兄ちゃんが硬式野球部に入ってて、それで応援をしたくて入りました。このなんかモンストに合わせたその動きとか入れてたりするんですか。作新学院の超独特な動きですかね。へえ。どの辺がちょっとやっていただけますか。はい。チャチャラチャチャ。チャチャラチャラチャラチャチャ。チャチャラチャラチャラチャ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 ラチャラチャラチャチャ。すごい。まさかフルコーラスやってくださると思ってなくてちょっとびっくりしたんですけど。は
いということでね、この後フル演奏があるので皆さんお楽しみに。ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。パソコンタブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 X フラッグではモンストアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。